では本日も毎日展望をお届けしてまいります。本日も解説していただきますのはスポーツ報知の長谷明典記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いいたします。さあ、長崎新聞社杯、本日2日目を迎えました。さあ、長谷さん、初日を終えまして、ちょっと昨日の振り返りをしていきたいと思うんですけども、うん、初日なんですけども、逃げ決着が7本ということで、うん、なったんですが、ね、うん、強い選手がね登場するっていうかね、1号艇乗ってる後半ですので、はい、やっぱり1号艇強いですよね。強かったですね。ただ前半レースは1レースから嬉しい嬉しいことが、まあ、地元のね北山の、ね、マトリ選手がね、もう全速全速で攻めていってね、はい、まあ、通算2勝目大村では初勝利だったと。そうなんです、おめでとうございます。よく頑張ったなと思いますね。そうですね、上がってきた時もすごい嬉しそうな表情でしたよね。あ、さあ、ということでね、今日も、熱い戦いにご期待いただきたいんですけども、さあ、そんな中昨日ですね、唯一初日1連勝としたのがですね、長谷さんもピックアップレーサーで挙げていただきました大原選手が2連勝と。あの2コースまくりを一気に出てたし、インコースから伸び返したし、はい、前節の G2 で、ね、出てたモーターですけど ね、うん、そうなんですね、今節は低長期が多いので、はい、やっぱり両機の中でも出てたモーターというのはね、うん、低長期が多い中になるともうちょっと別格だなと思うのが、ちょっと桁が違う動きでしたね。ちょっとレベルがやっぱりぐんと上がるような感じですよね。直線系とも違いますね。そうなんですね。もう全速でスタートいったらもう一気に出ていくっていう感じがありましたね。なるほど。ちょっと今日のね、郷原選手の動きにも注目ですね、うん、さあ、そして昨日2走2連帯としたのが、樋口選手、桑原選手、前田選手の3選手が好調な滑り出しとなりました。まあ、初日のメインはね、発祥地選抜はね、うん、中田支部のオール A1 の戦いになってね、そうなんですよ、まあ、インから原田幸恵がスタート決めて勝ったけど、はい、原田幸恵が言うには、まあ、うん、悪くはないけどまだ課題はあるよねって。そうなんですね。まあ、12が終わった後はちょっとね、うん、まあ、なんとか勝てたって感じで、大村の初日にしてはまあ よかったかなって思って、まだ、まだもうちょっと欲しいとか言ってましたね。あ、そうなんですね。ではでは、今日も熱いねポイント争いにご期待していただきながら、はい、最終レースまでお楽しみください。それでは本日も長谷記者には注目レーサーをまず挙げていただきましたので、そちらのフリップをご覧いただきましょう。さあ、長谷記者の今日の注目レーサーなんですが、桑原優選手を挙げていただいております。注目ポイントをお願いいたします。エースが負けられない、エース桑原選手、やっぱりもう桑原優をエースと言っていいでしょう、はい、あ、もうね、これが終わったらメモリアルもあるしね、そうなんですよ、まあ、ダービーもあるし、ね、あるし、ただちょっと夏場に入ってきて本人が言うには絶不調と、うん、あ、そうなんですね、プロペラが定まらない、またちょっと定まらない感じが続いているような、やっぱりその新エンジンの影響もあるのと、うん、まあ、春先良かったのが通用しなくなったということを言ってましたけど、うん、昨日は、はい、まあ、道中追い上げての2着と、ね、まあ、メインは2着になってね、うん、はい、なんとか2着2本でしのいだと、初日はですね、あ、はい、まあ、前件と比べては良くなっていると、うん、ただチルトをどうしようか、ゼロにしようかマイナスしようか、昨日の12月終わったら聞いたらね、はい、なんかね、ゼロマイナスでも悪くないけど、うん、雰囲気としてはゼロの方がいいのかなとかちょっとね、そこ言ってたんでね、ちょっと決めかねてるような、まだ本人としては納得の仕上がりにはなってないと言ってました、はい、ただ、うん、まあ、レースできるレベルにはなってると思いますね。なるほど。ここのメンバー見ると、はい、まあ、新入は枠なりでしょうね、うん、冒頭で言ったように郷原選手がすごく出てるんですよ。もう本当に昨日のレース見る限りでもすごいかったですね。これ悪いけどもし郷原が3号艇4号艇にいたら本命しようかなというぐらいの足です。そうなんですね。桑原優があの1号艇としても、ただその郷原が6号艇に、はい、まあ、6コースだろうってことですね。そうなんですよね、スタート前速なら伸びてくるんだけども、うん、真ん中村良太あたりとか前田翔太あたりにこの辺が止めるのかな、止められるのかなというところですけどね。なるほど。でもまあ桑原選手、はい、でもね、彼の最近の強さはね、うん、ちょっと調子を落としてるのは、まあ、G1 とかその辺の落としてるより一般戦があるとやっぱ強いんですよね。そうですよね。特に一般戦の陰線っていうのは今年ね、はい、20回あってね、うん、16勝2着が3回で3着1回、まあ、3連帯率は 100% なんですよ。素晴らしい。まあ、1個、まあね、20分の16でね、まあ、1着も多いってことね、はい、僕はもうスタートを決めて押し切るだろう、うん、なるほど。ただモーターで郷原選手は6号艇でも PW の対抗しました。はい、どっかいいとこ展開ついてくるか、うん、もしくは外からまくって攻めてくるか、まあ、どっちもありますよね。2、3着には郷原選手を絡めて、うん、で大場選手ね、ちょっと見てると僕の中ではもう一足欲しいっていうのと、はい、大場選手が言ってたんですよね、うん、もう選手やっててあるのは、はい、夏場があんまり良くない。あ、そうなんですね。あ、ちょっと夏場苦労してて、ちょっと今回もね、まだあってはないし、はい、2連対率 42% のモーターにはそういう数字の感じはないですねとは言ってました。だからレースはうまいんですけどね。
だからまあエース久保原に対して攻めていくのはジョーカー中村亮太でしょう。ジョーカーがここ3号艇に打つと頑張ってますけど、昨日はまあセット交換してキャリアボデーも変えて、本人としてはまあそこまで劇的に良くなってない、はい、まだちょっと合ってない感じがあるということは言ってましたよね。でも最悪は出してますんでね、そして前田翔太はやっぱ前節の G2 を走っている分というのもあって、本人はアドバンテージがあるのは S、スタートはいけると。なるほど。で、ペラ叩いて、悪くはない。おお、なるほど。だから前田翔太4コースの4角なら、まあ、いい位置で、まあ、中村亮太選手動き見ながら自在にもいけるし、はい、ね、先手取ればまくりもあるしというでしょうね。はい、で坪口選手もね、これね、悪くないですね。出足関係はしっかりしてると思います。はい、なんか乗った体感がすごくいいらしいですね。うんうんうん、ということで、まあ、2着には3番、4番、6番、シルス選手、はい、そこに3着に坪口選手も入れようと。5号艇の。うん。はい。まあ、3か4かいけばね、5もいい位置にいるし、とにかく郷原選手に伸びられないようにスタート頑張っていけば出番があるということで。はい、まあ、買い目はこういったところですね。さあ、ただね、このね、注目レーサーにしては珍しい、抑えときたいっていうところもあるんですよ。郷原選手、とにかく出てるんでね。はい、まくりは難しいのかもしれないと思いつつも、うん、スタート前走がとにかく出ていき方が半端ないんですよ、ね。はい、この中の6人の中でもフランシスダントツなんで、というよりも昨日の時点で言うと瀬戸市、はい、と思います、うん、だからそれをみんなどう差を縮めるかだけど、そうですよね。で、桑原選手がまあ3着に入るということで、まあ、6、1から3、4と、はい、6の3、4から1という、ちょっとここはあくまでも抑えですよ。あくまで抑えですけど、やっぱり気になるだけにちょっと。やっぱホームラン6コースだからね、なかなか難しいというのはあるけど、ちょっとモーターでと、これ抑えて、4点だけちょっと抑えかなと思って出しましたね。わかりました。ありがとうございます。さあ、ということで今日の長谷さんの注目レーサーなんですが、第12レースの桑原優選手を挙げていただいております。ぜひ皆様ご注目していただければと思います。さあ長谷さん、それでは続いてのコーナー参りたいと思います。はい、せーの、困った時の長谷田のみ。さあ、ということで始まりました、今節も困った時の長谷田のみ。いやもうね、はい、なんとか当てたいよね。当てたいよね。毎日言うけどね、やはりあの当てたいよねってずっと。やっぱり今夏休み、うん、入ってますよ。気分もね、なかなかならないけどね、うん、ちょっと船券当てて、ね、気分だけでもちょっと上げたいですよね。上げ上げでいきたいですね。さあ、昨日はね、満州決着出てますので。そう、今週満州出てますよね。はい、それはね、出ますよ、やっぱり。出ますよ、やっぱり。じゃあ、ちょっと今日は穴の匂いがするレースピックアップしていただいたので、 そちらの気になるフリップをご覧いただきましょう。さあ、今日の困った時の長谷田のみなんですけれども、9レース9レースを挙げていただいてますね。そうですですね、うん、今日の2日前番組見ると、はい、9、10、11、12には長崎新聞の A1 レースがずらずらずらっとドカンと乗ってますけども、もういかにも番組だけ見ればもう、はい、あの後半レースは1号艇からまあしっかり買ってくださいというような、強いですよっていうところですよね。ただそれなのに、まあ、とりあえず出しましょうかね。はい、まあ新入ですね。はい、マニア選手は最近のホームラン6号艇では、うん、まあ、イン取ったり2コースまで入ったりとかね、動くイメージがレースが多いですね。うん、はい、ただここは落合さんもいるし、はい、なかなかそこまでいけないんじゃないか。あの予選ね、はい、予選ラストの勝負がきとかだったら行く可能性はあったと思うけど、うん、まだ2日目でね、はい、昨日は2、3とまとめてるんでね、うん、ちょっとポイント的にも余裕もあるので、はい、ちょっと動かないのかな、うん、でもマニア選手は、ね、いつも言ってました、はい、動くときは展示から動きます。なるほど。で展示で動いて本番入りますよって、うん、まあ、スタートに注目してくださいね。はいはい、でも一応枠内想定しました。かしこまりました。道友くんですね。そうなんですよ。昨日は5着6着ちょっとね、大きな着になっちゃいましたよね。大きいよね。はい、もう買い物になるみたいにボロ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 ピシャンと落ちそうな感じですけど、ただ本人言ったんですよ、はい、乗りにくい。あ、そうなんですね。安心して乗れないというか ね、はい、ね、危なっかしいぐらいと、うん、で昨日も12レースはね、はい、6号艇チルト0度に跳ねてみたんですけど、うん、マイナスと0と、うん、多分マイナスに戻そうかなとか言ってみたぐらいで、なかなかまだ昨日の時点では合ってなかったんですよね。はい、うんうんうん、ただ石橋メキサポインって強いんですよね。はい、大村の一般戦に限定しますと8連勝、はい、そして40走連続2連対中と素晴らしいですよね。だから道友くんがスタートキュッて言って、うん、はいはい道友ですよって感じでね、はい、行きましたよって逃げますよね。逃げますよって。で、まあ、迫るのは、はい、まあ、前田でしょう。はい、前田選手もうやっぱり彼はね、うん、まあ、強くなってきてますよね。そうですね、着々と。前節のこの G2 では川尻選手大したことなかったけど、はい、本人は悪いな、こ
メントがいい。上から目線できましたね。悪くない。よかったよかった。ということじゃあ、はい、3コースなら思い切ってビューンとね、うん、スピードを持って回れると、はい、江口選手はね、うん、コメントとしてはあんまりでよくよろしくないということを言ってましたけどね。そうなんですよね。ただ前節の G2 の松下直也選手は伸びてたんですけどね、うん、はい、そういう感じは今日は 今のところないと言ってましたね。なるほど。でもまあ迫るのは3番4番そして落合選手もまあ2コースから粘ってと、はい、5と6もね悪くないんでね、うん、3着にはね必要かと思ったけどちょっと本線の髪はね、うん、絞ってみましょう。はい、内寄りの方に印をつけていただきまして、うん、1番から3番4番2番の2、3着ですね、うん、さあそして気になる狙い目です。今節は低調期が多いね、はい、エンジン相場なんでね。そうですね。まあ先ほど大原選手がすごく別格出ててますけどね、はい、長崎支部の選手の中で一番出てるのは落合さんじゃないのかなと思うんですよ、うん、おベテランの落合選手この58号機、はい、初おろしから抜群なんですよ ね言ってましたもんね。あの僕誕生祭の時はこ はい、これが ASP になるとか思ってたんですけどね、うん、でも前走者の平井さんは、はい、船足はいいなりの乗りにくいんだよね、うん、そうなんですね。落合さん聞いたけどね乗りにくいそんなことないよって違うんですね出てるよコメントがいいよってあとはここだよって言ってね、腕だよってポンポンポンと押してくれてますよね。でもモーターいいんでね、はい、ちょっと落合さんもしかしたらこう、ね、うん、人気薄になるのかなと思ったんで、モーターにそれ石橋選手が、はい、昨日の時乗り心地が良くないって言ってるんでね、うん、2コースが刺す足があるのかな、はい、でもう一つは、うん、石橋選手がフライング持ちなんですよ。そうなんですよ。この中での出てるんで、はい、体型次第ではまくるとかないんだよ。だから刺しもうまくりもどっちもあるのかなとちょっとねいやらしく思ったんですよね。どっちもいけそうな船足はあるのでただ、うん、全速でいけば伸びると思います。お茶さんこれ58号機なら楽しみ。だからねちょっと落合さんね、はい、まあなんか自己点も高かったりとかね、はい、なかなかちょっと一着が少ないんですけど ねここはねチャンスじゃないのかなと、うん、ただね1に人気が集まってるから2がこうそういうものならモーターこの低調期の中でだってね、うん、ここのモーターで 20% 台のモーターばっかりですよ、はい、その中で 44% ある飛び抜けてますよね。あとねこれねお茶さんこれ、はい、ボートもこれいいんですよ。66番ボートダブルでだから乗りにくくないのかなと思ったんですけどね。なるほど、マッチングがバッチリそうそうかなというのもこじつけてますけどねこじつけました。いやだからちょっと落合、はい、さんこれ見ててくれないかな、うん、あ長谷またなんか言ってるなって言ってね、そうそう一周一マークねちょっとどういうモーターでもお茶さんが面白いと思うんで2、ね、の頭から、うん、まあ印回ってる人に3、4と絞ったんですけどね。あのは直せとか言ってるけどね、初心に戻ったのに前節、ね、ちょっとなんか前って書いてればあ前って書いてすぐ入るんですけどね、はい、ちょっとねここはちょっとね、はい、絞って方法を出しました。わ、はい、かりました。3大9です狙い目の方なんですけれども2号艇の落合選手から1番3番4番の2、3着ということで挙げていただきましたので、はい、ぜひ皆様予想の参考にされてください。さあということで本日も毎日展望お付き合いしていただきましたのはスポーツ報知の橋明憲記者でした。橋さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。